はいどうも、アキです。パワープロアプリやっていきます。はい、チャレンジスタジアムですね。はい、なんかこんな感じの順位です。4000位ぐらい。はい、まあそうですね、ちょっと日曜の夜ぐらいにやるかどうかは決めて、まあそれまではちょっと石割ったり割らなかったりしています。まあちなみに僕の今やり方をご説明いたしますと、連勝ボーナスがつくじゃないですか。はい、なので連勝ボーナスがついてる間は石割りたい。要はチケットをマックスまで回復したら、とりあえずそのマックス5つ分消費する。で、連勝ボーナスがかかっていくので、とりあえず連勝ボーナス途切れるまで、5連勝ボーナスが途切れるまで石を割り続ける。で、そしたらまたね、連勝ボーナス止まったら、じゃあもう時間30分以上経っても大丈夫なので、2時間半待ってまたっていう繰り返しをとりあえずやっていますっていう現状です。はい。で、今回は何をするかと言いますと、まあそうですね、イベントオーダーのご紹介でございます。はい、というかまあ個人的にこんな感じで走ってたんだなっていうのを保存しておきたく、今回動画撮っておこうかなと思います。はい、もうめちゃめちゃです。ダン。はい、ですね、結局ね、これにするわって言って、チャレスタ2の投手作るデッキこれにするわ、まあ変幻自在やけ捨てるわっていうデッキ作ったじゃないですか。で、1キャラだけ実際 58% その変幻自在だけ捨てたボーナスの選手1キャラだけできました。はい、これね、経験点結構良かったんですよね。6300ぐらい経験点取って、ただドクター K じゃないや、脱三振のコツだけ来なかったのかな。まあなので本当はこれで1234567812345679人、9人 58% にできれば良かったんですけれども、うわ結構48とかいるな。先発に関しては全然44と45。というのも、こいつらは何かっていうと、普段の、こいつとかあれです。アフロ怒り、アフロ怒りですね。はい。初使用の回に作ったあのエースです。はい、こいつとか 44% って能力が強いので、結局ですよ。能力が強いとナイスピッチゾーンが広がって、まあ、毒系も持ってるので、脱三振、三振取りやすくなる。っていうところです。はい。っていうので、まあ、まだね、だってチャレスター終わってないし、まだまだ何時間かあるので作り直せばいいじゃないかっていうお話なんですけれども、うん、今ねサクセスで1投手作るとピンチャンで、これ例えば新垣っていうやつも多分ピンチャン途中からちょっとピンチャンも挟んだりしたんで、すごい時間かかるじゃないですか。だったらその時間も石割って走る方がいいのかなって思って、僕は結局このままにしました。ですが、今回学んだのは、まあ時間あるしいいやと思って、まあサクセスちょこちょこやってたんですけれども、なかなかこのパーセンテージのやつはできないんで、まあ今回に関してはガチバッチリするつもりがないともともとお話ししていたので、まあ言っちゃいいんですけれども、本当に走ろうと今後ね、イベントの時思った時は、おい、未来の秋聞いておけ。準備はイベントが始まるまでにしっかりやっておいた方がいいぞ。はい、今後ね、その要は500位とか1000位とかその辺を目指すってなった時は、もし100位とか、あ、この期間はちょっと暇だからたまには本気出してみるかって、おい秋、おい秋聞いてるか未来の秋、おいアディオスとか未だに言ってんのか、お前グッバイに変えてたら笑うぞ。はい、まあ準備は早めに越したことはないっていう人生みたいなもんでしたね。はい、っていう感じで、本当になのでパーセンテージちょっと高くな、高い順に中継ぎとかも入れてるだけで、本当になんかね、渋いなって、自分で言うのもなんだけど、渋いチームで頑張ってるなって思います。はい。で、そういえばね、ツイッターでこの間間違ったことつぶやいちゃったかもしれない。これ、パーセンテージ何パーだ ?530% ぐらいってこの間つぶやいたと思うんですけど、あれね、プラス 30% の連勝ボーナスが乗っかってたんで、まあけど、あれから更新してちょうど530じゃないか、430だったのか。で、ツイッターでつぶやいたんですけど、多分、420ぐらいかな今。まあそんなもんだと思います。400は超えてるけどっていうところですね。はい。どこで見れんだそれ。それだけ見ときますか最後。で、未来の秋に言っておくと、今回のマックスは、60% でした。でもまあ 60% は実際なかなか作るの辛かったんですけど、お前、過去のお前は 58% はご覧の通り作れたんだ。はい。だけれども、なかなか辛いところがあったぞ。過去の俺から未来の YA の、過去の Y から未来の YA の伝言だ。なかなかイベントというものは辛いな。440、あれ
意外と高かった。447もあった、意外と。はい、っていう感じです。447もあるんだ。今連勝ボーナスかかってないですよね。はい、てなわけで、まあ僕はね、意外とボーナス今回は低く回ってますっていうお話でした。はい、でチャレスタなんですけれども、バトスタと違って、まあこれはよくご説明してるんですけれども、バトスタと違ってその特定のキャラを持っていなくてもボーナスの選手を誰でも作ることができるので、バトスタよりも、相当、皆さんお走りになられます。はい、なんか走るってそういうないのかな、あの日本語全くわかんないんでわからないんですけど、走るのこの尊敬語みたいなのないのかな。お走りになられます皆さん。第1回の時、だから第1回の時はね、もっと簡単だったんでね、総力100と電光石火と高速ベースランだけ取ればよかったんで、でその前に蔵持ち配ってたんでみんな作れるっていうところだったんですけど、まあ今回はね、まあ、グラビトもその前に配ってくれてたけど、今回はさすがにその第1回よりはボーナス作るのが難しいかなって思うんですけど、誰でも基本的にある程度ボーナスが作れるというところで、まあありがたいのは累計撤退する場合はもうほぼほぼ、僕も今回ほぼほぼね、だってこいつもこいつも普段のチームだし、でこっちに関しては普段のチームだしっていうところで、普段のチームのままでも累計は得られるっていう、まあそっちの累計の良さはあるんですけど、なかなかね、はい、ランキングは本当にただの石割り合戦になるよっていうね、もう辛いですねっていうご紹介でございました。はい、まあ走る方はね、あと2日ですか、頑張っていきましょう。はい、僕はまだ悩んでます。はい、悩んでおります。まあいいかなって正直思っております。ただ SR ガチャ券ぐらいは欲しいなと思ってます。せっかくなんでね、アフロ怒りの上限解放うんぬんよりは、確か SR ガチャ券って5000円ぐらいまでくれるんだっけ。 SR ガチャ券もらえたらいいなぐらいの今気持ちです。そうですよね、5000円まで SR ガチャ券もらえるんで、まあなんとか SR ガチャ券でももらって、そのね SR ガチャ券引く動画でもね出せればいいなと思っているぐらいの所存でございます。はい、ちょっと僕はですね、火曜日に大事な論文発表が大学で控えておりますので、そちらの方もね、あの土曜日は頑張っていきたいなと思っております。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ちょっと今回ねマイクの設定変えてみたんですけど、いかがだったでしょうか。はい、よろしければねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。最近僕はプロスピエースを結構しているので、ぜひね、あのチャレスター終わったら皆さんプロスピエースインストールしてみてね、遊んでみてください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。